どうも、ハルダンです。本日はレーダークルーズコントロールとレーントレーシングアシストの機能について動画にしました。レーダークルーズコントロールは主に高速道路を走行中に先行車との車間距離を保ちつつ設定した速度内で出力を制御し走行する機能となります。レーントレーシングアシストについては白線を認識し、その主に真ん中を走行するように、また白線が見えづらい時など先行車がある場合にはそれを認識してできるだけスムーズに走行車線を走れるように追従してくれる機能も持ち合わせています。今回主な目的はレーダークルーズコントロールを使用した際のレーントレーシングアシスト、いわゆるステアリング操作をどの程度上手にしてくれるのかというのを検証してみたいと思います。いろいろネットとかではあまり使えないとか、走行車線内を右へ左へフラフラするなどといった意見もありますが、今回そうした意見に対し私のヤリスクロスでどのような動きをするのかをお伝えできればと思います。今回走行するのは第三京浜の京浜川崎から保土ヶ谷までの区間になります。ステアリング制御の挙動を見たいので、できるだけステアリングに触らないように、私の余計な意思によるステアリング操作を行わないような形で動画を作成しておりますが、全くステアリングに触れないというのも当然問題がありますし、車の方からもステアリングに触れていないといったアラートが出ますので、必要最低限の範囲でステアリングを保持するという行為を行っております。たまに持ち替えたり両手でステアリングに触れたりもしているんですけれども、これはステアリングに触れていないと車側の判断に対するアラートなどがあったためであって、実際には私の意思によるステアリング操作は行っておりません。
かがでしたでしょうか。だいたい13キロくらいの走行でしたが、ステアリング操作は終始車任せで終えることができました。今回のルートはカーブの数も曲線も割と穏やかではありましたが、実にスムーズに制御されていたと思います。実際過去にも関越自動車道などでもレーントレーシングアシストの機能だけでほとんどの区間を走ることができていますので、完全に車任せというわけにはいきませんが、それなりに安心して使える機能だと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。